インドネシアの音楽では今日のインドネシア国内で演奏されている音楽を一括して取り扱う。国内各地にそれぞれ固有の伝統的な音楽もあればラジオテレビの普及によって全国的に流通しているような大衆音楽もある。ここでは大まかに伝統音楽と大衆音楽に対別してインドネシアの代表的な音楽を紹介する。そもそもインドネシアはオランダによる 植民地支配を受けた結果、人為的に区切られた国境線を強いられて成立したという歴史的経緯があり、今日、当初国家として存立しているインドネシアにおいては、それぞれの島ごとに、そして同じ島内でも、地域ごとに固有の音楽の伝統がある。そのため、インドネシアの伝統音楽と一口に言っても、その全体像が一様ではない。しかし、その一方で、 今日では、隣国となった、マレーシアやフィリピンなどの周辺諸国とは、海上交易や文化交流において、歴史的に深いつながりがあるため、文化、そして音楽の面で、それら周辺諸国のものとの類縁性が往々にしてみられる。例えば、ジャワ島の有名なワヤンクリはマレーシアにも存在しており、また、フィリピンの南部、スールー諸島のゴング合奏は、ジャワ島。 バリ島のガムランとのつながりを伺わせるものである。そうした外に開かれた文化環境の下で各地の伝統音楽もまた外からの様々な影響を受けてきた。例えばスマトラ島北端のアチェはイスラームの影響を強く受けた地方だがそこでは中東風のマカームの影響を受けた音楽を聴くことができる。21世紀に入った今では事情が違うものの 20世紀のインドネシアは、やはり貧しく、SP や LP、CD といった存在は、容易に、バリやジャワ人は買えなかった。そこで大変威力を発揮したのが、カセットテープである。多くの音楽が、カセットテープに収められ、人々はラジカセで音楽を楽しんだのである。今でもカセットテープに収録された、伝統音楽の在庫は、豊富にある。インドネシアの伝統的な音楽において、 その特徴の一つを挙げるとすれば、ドラや鉄筋といった楽器類を使用することであろう。中でも制銅性の楽器は、音、色、形のどれをとっても最高級のものとされ、田村氏の指摘によれば、チューブジャワの優れた単筋技術によって製造された制銅性のゴングは、ジャワ島外にも輸出され、その公益圏における気楽演奏に一種の共通性を生んだと考えられる。 楽器あるいは音具の名前であるゴングは英語でも同じように表記されるが、その語源は当時の公益用語として共通語化していたマレー語であるとの指摘もある。口述するガムランをはじめとする伝統音楽や王宮の伝統儀礼などにおいて欠かすことのできない楽器となっている。ガムランとは制度性の大小のドラ、鉄筋などのアンサンブルである。インドネシア国内では ジャワ島、バリ島のものが特に有名であるが、類似のアンサンブルは東南アジア全域に分布している。インドネシアの伝統音楽としてのガムラン音楽は国内における観光資源としての価値も高く、また著名なガムラン楽団が海外で公演を行うなど、海外での知名度も非常に高い。インドネシアのガムラン音楽及びゴング演奏は以下に列挙するように、 まず地域ごとに大きく分けられ、それぞれの地域で、さらに複数の様式がある。ガムランドゥグンガムランスレンドロスラカルタ様式、パクブーノケとマンクヌガランケジョグジャカルタ様式、ハマンクブーノケとパクアラマンケ、グンデルワヤンゴングでガムランガンブータンにガンブーとも言われる。スマルプグリンガン、ゴンクベアールバリ島の観光施設で演奏されているのは、ほとんどこのタイプである。クロンチョンは、 16世紀頃のポルトガル人の来光寺にまでその起源が遡ると考えられている大衆音楽である。代表曲である文ワ湾ソロは日本でも有名である。歌手のローマイラマがスタイルを確立し、1970年代初頭から主に都市部の若者を中心にして人気を博すようになった大衆音楽である。マレーシアの村遊音楽やインド、アラブの音楽、 ビートルズをはじめとするロックンロールなどの影響を吸収し、演奏には、訓団、竹笛、スリン、タブラなどの伝統楽器とともに、エレキ楽器が導入され、強烈なビートを生んでいる。ダンス音楽として若者たちに愛好され、初期においては反体制的な音楽と見られていたが、徐々に市民権を得て、ポップミュージックの代表的なスタイルとみなされるようになった。 ランドットがハウスミュージックと融合したテンポが非常に速いダンスミュージックはファンコットと呼ばれる。クロンチョン、ランドットが主にインドネシア語で歌われるのに対して各地方の言語で歌われる歌謡曲がある。ジャワ語で歌われる、ポップジャワ、スンダ語で歌われる、ポップスンダ、ミナン語で歌われる、ポップミナンなどマイ虚に暇がないほどである。 リスナーの範囲が限定されるだけに流通も限られるが、各地方の音楽シーンでは、無視できない存在である。留学歴のあるパウル・グタマスギジョ、スラマット・シュークル、コンラート・デル・ロザリオは日本でも馴染みが深いが、もっと世代が下った、マチウス・シャンブーネ、ヌルサリムヤディア・ヌ・ゲラーなど最先端のヨーロッパでも、通用する人材が近年増加中である。ありがとうございます。